はい、どうもエルザです。それでは原神やっていきたいと思います。ワープポイントをゲットしたんだけど、そうそう、新しい敵がね。さっき荒野の化け物が城に近づいてきてるの。今回の任務はその巣の掃除よ。じゃあそれをちょっと手伝えという感じかな。ほい。この元素、元素反応を起こすのか。ほうほうほう、あれ、こんなもんかな。あ、いたいたいてた。ほい。楽勝楽勝。でもあんたも戦えるなんて思わなかった。支援ありがとう。ねえ、戦ってどう思った？楽勝。なんでこんなところにヒルチャールが現れるんだ。こういう奴らは普通都市から離れたところに巣を作るよな。そうね、本来だったら荒野にいるはずね。でも最近風魔竜が頻繁に出現するようになって、キャラバンのルートに影響があったの。暴風が発生するたびに怪我人も多数出るし、騎士団はその被害から守らなくちゃいけなくてね。だからこいつらの活動範囲もだんだん城の方に。そう。でも今日また一つ巣を片付けられたから進展はあったわ。さあ私についてきて。真面目で優秀な騎士があんたたちを城まで守ってあげる。紹介させてもらうわ。風とタンポポの牧歌の城、自由の都、セピロス騎士団に守られてやってきた旅人さんたち、モンドへようこそ。やっと野宿しないですもんな。でも城内のみんなはあまり元気じゃなさそうだ。最近みんな風魔竜の件で頭を悩ませてるからね。でもジンさんがいればきっと全てうまくいく。ジンさん？セピロス騎士団の代理団長ジン、モンドの守護者だよ。ジンさんが一緒なら風魔竜レベルの災害でもきっと打ち勝てるはず。そうだ、一緒に騎士団本部へ行く前にあなたに渡したいものがあるの。さっき一緒にヒルチャールの巣を片付けてくれたお礼だよ。おいおい、オイラにはないのかよ。パイモンちゃんには使えないものだからね。でも今夜はモンド名物の人参とお肉のハニーソテーをご馳走してあげる。人参とお肉のハニーソテー。とにかく私についてきて。今から高いところに行きましょう。食い物に弱えな。ははリカーブをゲットだね。まあ武器が手に入ったのはありがたい。現在の任務、自由の都か。おお、あっちね。あ、ちゃんとルート出るんだね、こうやってね。
普段この辺は賑わってるんだけど、最近は風魔流のせいで商人や旅人がめっきり減ってね。でも曲がり角にある酒場はあまり影響を受けてないみたい。むしろいつもより繁盛してる？あー、食料ね。で、こっちが鍛冶屋。錬金庫。さあ、合成。強風のオイル。はあ、こういうのがあるわけだね。あ、意外と。ああ、ランクで変わるのか。何に使うかっていうところだよね。お、ログインボーナスが入るようになった。ああ、なるほどね。今これでやっと解放したわけか。いやー、でも意外と作りしっかりしてるね。無料ゲームだからと思ってたけど、これはすごいわ。さて、静かになってきたね。ああ、ないか。なんかワープポイントがあればなーと思ったけど、あとこのゲーム意外とワールドマップ音楽ならないんで、そこも結構不思議なんだよね。街の中で流れるのがちょっと珍しいというか、ほんと珍しいからね。さあ、そろそろ目的地だね。はいはい。じゃーん、風の翼よ。あ、これか。偵察騎士はこれで空を駆け抜けるの。モンドに住む人たちもみんなこれを愛用してるんだ。ここに連れてきたのはあなたにこれの良さを体験してもらいたかったから。ずいぶんと熱く語るんだな。風はモンドの魂だからね。さあ、早速風の翼の性能を試しましょう。操作は簡単だけど指示はちゃんと聞いてね。はいはーい。バツ。滑空だね。一回バツを押せばいいのか。でもスタミナの消費は相変わらずしてるね。どこからでも。ああ、できるね。ああ、これでスタミナがある限りは墜落はなくなるね。意外とダメージ痛いからさ。よし、戻ろう。違った、あっちまで行くのか。よし、
あー、意外と抜けそう。おお。先にこれ。あれ？風の翼ってもしかしてこんなに長時間対空できるのか？落ちないように僕が千年の竜風に助けてもらったんだ。想像してみて、この風を集中させるんだ。雲を突き破るようにね。この声、誰だ？おう、普通に攻撃はしてるけど、なんだろう、すごいシューティングゲーになったね。あー、でも逃げてる相手の背中攻撃してるだけだから。巨竜と戦えるほどの力を持っているとは、我々の客人となるか、それとも新たな嵐となるか。風魔竜が城内を襲ってる。ガイア先輩、旅人さん、ちょうどよかった、一緒に。待てアンバー、見たことない奴がいるんだが。あ、そうだった、こちらはガイア先輩、私たちの騎兵隊長なの。この人は遠いところから来た旅人さん。遠いってことしかわからないのか。ことの経緯はこう。なるほど、モンドへようこそ。しかしこんな最悪なタイミングで来るとはついてないな。俺にもわかるぜ、血縁者と離れ離れになる辛い気持ちがな。それからなんで風神を探してるかは知らないが、誰にでも言いたくない秘密はある。お前もその口だろう。だから聞かないでおいてやるぜ。とにかく騎士団を代表して礼を言うよ。どういたしまして、お礼は。ってさっきの風魔竜との戦いで守られた市民は全員お前たちの活躍を目撃した。代理団長もお前たちに興味があるみたいでな。
騎士団本部までどうか来てくれないか。さあこれでキャラ外観変更ができるようになったと。外観が変えれると言ってもだよね。あー風の翼ね。ここはね、初回特典と PS4 特典って感じなんだよね。そういうことね、外観変更はね。うん、いい色。ここが騎士団の本部みたいだな。入るか。ここが騎士団。ジン、焦りすぎよ。ここで迎えるって話じゃなかったの？風魔竜は場外でも活動しているようだ。会ったらなるべく早く。焦る必要はないわ。私も協力するから。代理団長様、連れてきたぞ。はと、ここまでの経緯はこんな感じだ。なるほど。モンドへようこそ。風と共に訪れし旅人よ。私は代理団長のジン。こちらはリサ。騎士団の図書館司書だ。あら、人手不足を手伝いに来たよい子ちゃんかしら。かわいいわね。ただタイミングがあまり良くないわ。風魔竜が目覚めてからずっとこのモンド周辺をうろついているの。ここ一帯に大きな混乱をもたらしているわ。おまけに今のモンドは元素の流れと地脈の循環が子猫ちゃんが遊んだ後の毛糸玉みたいになっていてね。魔法使いにとっては最悪な状況よ。肌も気分も調子悪いわ。それがなければ尋ね人の張り紙を出すよりも騎士団がもっと効率のいい方法で君たちを助けられるのだが、もうしばらくモンドにとどまっていてくれ。セピロス騎士団が問題を解決してみせるから。騎士団に任せた矢田はどちらってまあ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 、そうだね。丸投げするにはいかんよな。じゃあ作戦を練るとするか。風魔竜がモンドに攻めてきたことで逆に災いを集結させるきっかけを与えてくれた。それとリサの魔法で探査したところ、モンドを包む暴風の源が分かったんだ。ほう、どこなんだ。放棄された四風守護の神殿よ。風魔竜があの暴風を引き起こせたのはそこに残った力のせいなの。私たちの目標は放棄された四つの神殿のうちこの三つだ。三つだけの理由についてはみんなも分かっていると思うが。わからないんだけど。モンドの人だけがわかる暗黙の了解かも。セピロス騎士のみんな、時間は限られている。暴風が猛威を振るっている今、守るだけでは意味がない。この災害がさらなる拡大をする前に神殿の遺跡へと向かおう。さあ、ロック解除。祈願か。あと他にもショップ。はいはい、新たな力と。なんかいろいろ出てきましたな。ああ。
そういうこと。強化だ、普通にレベルアップだよね。で、上限に達した。ああ、そういうことができるわけか。クイック。で、あ、必要が360と。おお。まあ、強化できるうちしとこうか。はあ。そういうこともできるか。まあ、一旦、これぐらいでいいかな、強化は。ああ、戻る。なるほど。そうだねー。いまいち操作になれん。まあ、マックスにしておこうか。で、素材集めて、突破が使える。なるほどね。で、あとは、これだよね。あ、はぁ、ガチャね。ああ、じゃあ、ここにいるメンバーは、レアなんだね。今11個持ってて、っていうところか。まあ、やっちゃいますか。せっかくなんでね。鬼を殺すまじないがあるんだ。嬉しい。あ、いえ。武器も出るんだね。星4キャラが1人。これはもう決まったキャラだもんね。意外と武器が多いっていうね。こんな感じになってるんだね。そうか、いろいろと。そしたら、そういう感じね。で、体験か。そうだね、意外とクイックは欲しいな。一回確認しないといけないのはなかなか大変だね。これはこれで。頭がなしと、武器は、あ、体験なんだ。ほー。まさかの二人ね。あ、でもかっこいいね、この子ね。よし。入り口で合流と。そっちか。じゃあ、入り口行く前に、今回ここまでしましょうか。キリがいいんでね。まあ、なんだかんだガチャしてしまったけど。そうだな。
名前。おお、こり。ああ、岩の重さは安心できます。岩、なるほど。属性的にばらつきが出たのは良かったね。よし、じゃあ、今回ここまでにしたいと思います。ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またねー。